はい、どうも、ボルです。えー、今日は、今先ほど終わりました、我らがコンサドーレ札幌の第18節の相手、えー、柏レイスルとの一戦の解説を行いたいと思います。普段このチャンネルではコンサドーレ札幌を中心にサッカーの動画解説してますので、ご興味あればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、試合を振り返っていきたいんですけども、まあ、結果から言うとですね、えー、2戦連続で0対1、の0の、えー、敗戦ということになってしまいました。 いや、今ちょっと直後なんですけども、ほんと悔しいですね。トンネル脱出したかと思ったらまたここで2連敗ですから、本当に辛いんですけども、まぁ、あ、ちょっといろいろ解説する前に、僕的にはですね、こう、負け慣れはしたくないんですよね。やっぱりあのー、勝ち続けるチームであってほしいと思いますから、やっぱ自分を守るためにサポーター、僕もそうですし、皆さんもそうだと思うんですけど、自分をこう、自分の感情を守るためにですね、まぁ、あ、また負けたかとか、このー、 この悔しさをですね、こう滲ませない。まあどうせ負けるんでしょってなってくるとほんと負け慣れちゃいますから、それは本当に辛いですけど、えー、負けた時はもう新鮮に負けるというか、もう今シーズン初めて負けたのかのごとくですね、悔しがるっていうのは必要だと思います。じゃないと、1点やられて、後半の途中で1点やられて、えー、まあどうせこの展開も天範囲んでしょ負けるんでしょって、 サポーターが思っちゃうと、やっぱそれは選手に伝わると思うし、悔しいことの連続、負の連鎖っていうのがやっぱ起きてくると思うんで、やっぱ、やられた時は、もう新鮮にやられましょうって僕はやっぱ思いますね。やっぱもう、こんな負けたくないからやっぱり。やっぱりこう、勝ちたいからですね。悔しいものはですね、悔しさを表現して、全開で表現する。それは、もしかしたらそれが批判とかになっちゃうかもしれなくても、それでもいいと思います。僕はやっぱり悔しがるっていうのはやっぱ、 サッカーの醍醐味でもあると思いますので、ぜひ悔しがっていいと思うんでね。あのー、まあ、ちょっと試合,試合の解説前にこんな気持ちの話してもあれなんで、えー、お話していきたいと思います。まず、えー、注目ポイントとしてはですね、まあ、あの、開幕戦、えー、2対4の敗戦が、えー、ありましたけども、あの試合も僕何試合か、えー、何回か見たんですよね。やっぱ非常に過小レースより強いなって、今年強いだろうなって思うような、あの時もサッカーをしてたし、やっぱり注目のオル,オルンが、 えー、これやっぱり皆さん、も全チームが注目してる選手だと思います。ただ、えー、オルンが注目しがちですけど、エサカ選手ってやっぱすごい、こう、センス。ボールの持ち方とか、試合の流れとか見れるし、パスセンス、精度も高いですし、そこ通すかみたいなとこも絶妙なとこ通してくるんで、この2枚がいるってことを忘れちゃいけないっていう。オルンがだけに注目するして、エサカ選手開けちゃうと、だいぶ、えー、チーム的にはまずいと思うんで、ここの、えー、2人を止められるか、 えー、キム・ミンテ選手が鍵だと思いましたけども、えー、このあたりのマッチアップがまず注目点の一つと、あとはガンバ戦ですね。ガンバ戦も60分くらいからの交代で、えー、流れが相手に持ってかれた部分もあったので、今回も交代選手使うと思ったんですけど、まあ、5枚使ったんですけど、その流れで、交、え、代、ー、で流れを変えられるのか、その二つがですね、えー、僕なりの注目ポイントでした。試合始まってみたらですね、相手も3バック、3421で、えー ネルシーニョ監督あの、ミラーゲームを仕掛けてきて。まあ、コンサドー,ーレのが3、4、2、1にはもう慣れ親しんでるんで、コンサドー,ーレペースでいけるんじゃないかなと、えー、もう思ったんですけども、序盤は、えー、柏レーソルペースでした。前半立ち上がり、これも絶妙な、あの、パススピードのですね、坂選手のパスから、豊島選手が折り返して、えー、オルンガ選手決定機。あれが立ち上がりの2分でした。えー、ここ数試合ですね、えー、これヒヤッとする場面、立ち上がり毎回あるんですよね。 立ち上がりの5分以内にビッグチャンス、相手にビッグチャンスを与えるシーンっていうのが毎回1本あって、まあ、それが決まったり決まんなかったりしてるんですけど、毎回あるんで、やっぱここ立ち上がりっていうのは、やっぱ集中が必要なんじゃないかなと。集中だけの問題でなければ、もう少し前がかりではなくて、ちょっと後ろに基盤を置きながらでも修正していけるんじゃないかなと思うんですけど、立ち上がり毎回あるのはちょっと気になりました。そこから徐々にコンサーレペースにはなってくるんですけども、 前半の27分、カウンターをコンサートレが仕掛けたところを菅選手取られて、カウンターのカウンターみたいになったんで、かなり今日疲れたというか、えー、裏のスペースが空いちゃったところにまたオルンガ、もうあれは決定機でも100%やられたなと思ったんですけど、今日ちょっとオルンガが、いつものパワーが出し切れなかったのか、あそこの決定機を、えー、外してしまいます。次の選手がいい距離感で詰めたっていうのも、えー、あると思うんですけど、あそこを外したので、えー、今日ちょっと流れあるかなとは、えー、思ってました。 ただ前半終了してみてですね、コンサドールのシュートがゼロだったんですよね。これ今シーズン初じゃないですかね。かなり珍しいと思いますけども、その要因としては僕なりには2つあるのかなと思っていて、まずはこう、J 選手のポストプレー に対するツーシャドウの距離感っていうのが結構遠かったのかなと今日は思いました。なので、後継の形がなかなか中央でうまく起点が作れなかったねっていうのが一つと、あとは、守備時ですね。いつも前プレイ行くんですけど、プレスがなかなかハマらなかった。ええー、前から行くんですけど、ちょっとずれていなされたりとか、ロングボールはキム・ミンテ選手がオルンガに競り勝って回収できたりするんですけど、なかなか前で奪えないので、ショートカウンターが少ない。なので、シュートの回数が少ないっていう形だったと思います。 まあ後半に入るにあって、まずは守備のところから、えー、ちゃんと連動した守備と、守備の立ち上がりの部分が注目ポイントだったんですけども、後半は一気にコンサドーレがスイッチを入れて、48分の場面、右サイド奥崩して、ルーカス選手の、えー、ちょっとタイミングを外した、えー、ログのクロスをですね、金子選手か小前選手が触れば、えー、1点っていう場面も作り出します。一気にコンサドーレペースに傾くかなと思ったんですけども、51分、まあ、キム・ミンテ選手が、まあ、ファールかなっていう、まあ、ちょっと、 引っ張ったのも見えなんで、えー、オルンガ選手と競り合ったところのファール。まあ、かなりゴールから遠いちゃったんで、そんなに危険性はないなと思ったんですけど、まあ、あのー、クロスに大谷選手が頭でこう、フリップというか、流して1点入ってしまいます。えー、ちょっともったいなかったですね。ペースがコンサドーレに傾け、かけた、えー、タイミングだったので、非常にあの失点は悔やまれるんですけど、 えー、貴重な先制点を、えー、与えてしまいます。ここからですね、コンサドーレは交代策一気に出ます。54分に金子選手アウトでアンデルソン・ロペス選手がイン。60分には、えー、ドグラス・オリベラ選手と福森選手入れたのと、えー、77分には小ヶ選手と宮沢選手、えー、5人入れてきます。交代でだいぶ流れは変わったんじゃないでしょうか。特に今日は福森選手の左足が、えー、冴え渡ってたっていうか、精度が非常に高かったので、ゴールの匂いがだいぶしたんですけど、リズムも出たんですけど、 いまいち、もう、決定機と言われるような決定機はなかなか作り出せないまま、えー、ゲームセットをしてしまいました。まガンバ戦の時は交代でなかなか流れがつかめなかった部分で言うと、今回の交代策というのはかなり良、えー、かったとは思います。ただ、なかなかやっぱゴールが遠いっていうのは、いくつか課題があるんじゃないかなと、えー、僕は見ました。えー、このまま、えー、守り切られちゃって、えー、01の敗戦になってしまうんですけども、 ま、課題はまたいくつか出たと思います。あの、やっぱいい時のコンサドーレの攻撃っていうのはすごく連動していて、ダイレクトパスが多いんですよね。それが、この試合でも見ても多いと思うんですけど、2タッチ、3タッチするのが結構当然のようになってしまっていて、まあ、オシム監督が言うような格撃停車のようなボール回しっていう感じになってしまったので、距離感がまず遠いっていうのと、それに伴って起こる連動した動きの少なさだったりとか、えー、ダイレクトパスが少なくなったりとかしてリズムが出ないような攻撃。 え、選手、個人個人の能力に頼った攻撃になってしまったので、なかなか、それでは、鹿島の、えー、強固な守備をですね、なかなか突破できなかったな、というふうに思いました。これが、あの、できないわけじゃないんですよね。っていうのも、コーナー通りの、今季の前半戦では、ね、ですね、そういう攻撃がもう至るところで、至る時間で出てたので、できないわけじゃない。ただ、やっぱりこの連敗が続いたりとか、自信がない部分で、なるべくリスクのない攻撃を選んだりとかするとですね、えー、連動した動きっていうのが、 え、自信とともに出なかったりとか、個人個人でロングボールで、えー、攻めていった方が、リスクはないですけど、連動した動きがないで相手を崩しきれないみたいなシーンがやっぱり出てきてしまっているので、やっぱりですね、あの、勇気を持った戦い方を、特にホームだったので、してほしかったなというふうに、えー、僕は思いました。今日序盤言った通りですね、やっぱ負け慣れてほしくないと。それは、サポーターもそうですし、えー、選手たちも、え、そうなので、一回ここでですね、また、仕切り直して、 勇気を持った戦い方、守備においても攻撃においてもえ、勇気を持った戦い方をしてもらって、それをサポーターが必死に応援するというものをですね、また今一度次節から、えー、やってほしいなと、えー、本当切に願います。ちょっと今日は序盤ちょっと気持ちを中心に話してしまいましたけど、えー、まだまだコンサドーレ、素晴らしいサッカー展開してくれるのを本当期待してますから、まあ、順位はなかなか上がっていかないですけども、僕も含めサポーター、まあ、子供たちもですね、 本当に一瞬一瞬のプレーをですね、みんな期待してると思うので、選手には諦めず走り続けてもらいたいなと、えー、思います。事実、また、えー、すぐありますので、必死に応援していきたいと思います。今日は、J1 第18節、コンサドーレ札幌と、柏レイソンの一戦の解説を行いました。普段このチャンネルではコンサドーレ札幌を中心にサッカーの動画解説してますので、ご興味あればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、バイバイ。